本日ちょっと心残りだったものをもう一度考えてみた結果です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日はね、どうしようかって方向性の話をして、大失敗の一目ゴム編みの閉じ、あれね、すいません、ちょっと数日遅れてしまったんですけど、ちゃんと読んでます、大変勉強になりますね。いや、もうね、くじけてもうやってやんねーとかって思ってたんですけど、皆様からのコメントを読んで、ちょっとね、リベンジしたいなという気持ちがね、ふつふつと湧いてまいりましたので、これはね、リベンジ案件です。一目ゴム編みの、まあ、閉じというかね、また何かを作って最後の閉じ、ちょっとリベンジします。ちょっといつになるかわからない。でも、ちょっとこれマスターしたいなと。なんかね、やっぱりコメント読んで、あ、なるほどなって思う、これは頑張ろうと。がぜんちょっと今やる気が出てきております。で、やる気ついでに本日なんですけれど、以前ね、クロコダイルステッチでクリスマスツリー作れないだろうかっていう、そういうね、コメントがありまして、一回なんかね、考えてみたんですけれど、ちょっとね、本当納得いかなくて、で、納得いかないものがちょっとね、やっぱりクリスマス前に解決したいなっていうか、もう一回考え直しをしたいなと思いまして、ちょっと考えてたんですよ。それがね、ちょっと本日、やってみようかなと。で、前回は同じ編み方を、ここのね、この、クロコダイ、ウロコの枚数をどんどん減らしていって、で、おしまいっていうふうにこう閉じて、こう三角形にしようと頑張ったんですけど、そうではなくて、今回ですね、ちょっとふと思ってチャレンジしてみたんですけど、この鱗の大きさですね、まず。ここの入る、この鱗の大きさ。これをどんどん変えて小さくしていこうと思いまして。だから、鱗の枚数は全部同じです。その方がね、前回やっぱり鱗の枚数を減らすのに、土台をどうするかっていうので、うんうんちょっとうなったんですけど、今回はそこよりは、ちょっと糸の、まあ、太さは変えてないんですけど、段の高さとか、ここの鱗の大きさを変えることで、まあ、クリスマスツリーっぽくなるんじゃないだろうかということで、ちょっと考えてみました。で、途中までね、やっぱちょっとね、これ高さちっちゃいから、ある程度高さが欲しいと思いまして、で、あらかじめちょっと編んでおきました。で、説明簡単にね、編み図。鎖編み全部省略しておりますけど、まず作り目でここに鎖編みがバババババッとあるんですよね。で、今回、この鱗、ぐるっと7個できるようにしてあります。だから鱗をつける土台が全部で、これぐるっと一周するので、7個、14模様あると思うので、42目ですね。42目。鎖編みをして、輪にして、そこから、このね、立ち上がります。で、立ち上がる高さなんですけど、なんとこれ、今回はこの下、3段ぐらいまで、土台の高さは長々編みにしようと思いますので、当然、鎖編み4つで立ち上がって、で、1つ置いて、長々と V字を作る。で、1つ、長々。で、次、V字で長々。っていう感じの土台を作りました。で、ここからですね、当然、ここに、ここまで帰ってき、土台を作って帰ってきたら、こっから、こっちに向かってですね。こっちに向かって、この羽自体は、羽自体は長編みを、考えてまして、長編みをこの長々編みのこの足のところに、今回長編みをここ8目入れて、で3目鎖編みして8目。っていう風なちょっと大きめのドドンとしたものを、2段かな。2段編みます、ここ。これ羽が生えと鱗、鱗が、8目のもの。ここ、こことここですね。で、
3段目なんですけど、土台は長々編みです。長々編みの土台なんですけれど、ここで鱗が5枚になります。鱗5目。で、ここに鎖編みが1目っていう、まあ、こっちでやった鱗と同じ編み方を長々編みの土台にするので、ちょっとだけこれ、高さ、ここの高さは変わらないんですけど、ちょっとちっちゃくなりました。で、今度、で、その次からは、こっから長編みです。長編みの土台を編んでいって、今、普通に、この5目のね、ここの鱗5目の、ちょうどここと同じ編み方ですね。と同じ鱗を、今どんどん作っていっている最中で、今現在1、2、3、4、5、5段まで編みました。あとそうですね、2段ぐらい編んでいこうと思います。で、増減がないので、この段のね、この目数自体に増減がないので、こっちよりは頭を悩ます必要はなく、サクサク編めるんじゃないかなと思います。で、何も増減ないので、1、2、3目編んで、でもう1目。鎖編み編んで、この隠れてるんですけど、鱗と鱗の間には必ずこの長編み1目が隠れてますので、この頭を拾って長編みで1目編んで、この鱗の真ん中拾って長編み1つで、鎖編み1つして、この後ろに隠れてる長編みの頭を取って、長編み、鎖編み、同じところに長編みという V 字を作ります。で、また1目、鎖編みして、真ん中に長編み。で、鎖編み1つして、また長、まあ、この長編みで土台を作るというところは変わりません。これは前ね、やったのと変わらないので、早送りかな。皆さんね、風邪とかね、もうだんだんこれからインフルのシーズンにも入ってきますので、体調の方お気をつけください。で、今これ長編み一つして、一つ細鎖編みして戻ってきました。 V 字の立ち上がり 1、2、3目目のところをぶっすり刺して、よいしょ、3目目のところ刺して引き抜き編みして戻ってきました。で、V 字からこれ鱗またつけていくんですけど、ここの V 字ではなくて、こっちの V 字にから鱗をスタートするので、まず鎖3目でここの V 字から隣の V 字に移動して、隣のこの V 字、よいしょ、この V 字のまずこっち側を下にした状態で、内から外に長編みを5目していきます。1で1つ鎖編みして、くるっと回して、今度 V 字の逆側を下に見て、内側からよいしょ、外側に向かって5目1、はい、これをぐるっとやっていきます。で、最後、一番最初の土台の編み始めのところですね。編み始めの V 字です。で、片側1で1目、鎖編みして、反対側に1、2、3、4で4つ編んで、今、最初に、一番最初に編んだ3目が、ちょうどここのこの5目目に当たるので、ここの3目目のところで引き抜き編みをして、これでまた1段完成で、この編み方で多分ここの直径が、これ今こう羽というか鱗が7枚になるぐらいの大きさでやってるんですけど、こっから何がしたいかというと、本当ね、もう一段ぐらい編んでもいいかなと思うんですけど、ちょっと動画の関係上
もう最後の方に行こうかなと思うんですけど、鱗の真ん中を取っては引き抜き編み、鱗の真ん中を取っては引き抜き編みって言って、全部の鱗を引き抜き編みしたいなと。で、一番最初のちょっと鱗の真ん中のところにもう一回引き抜き編みして、こういう引き絞る、帽子のてっぺんみたいな感じですけど、絞って、これで一応クリスマスツリーの本体の方は完成ということにして、今これ引き絞ったところは終了して、糸始末をした後にですね、ここね、ぎゅっと糸始末した後にこういうポンポンを、よいしょ、まあちょっとここでね、ちゃんと止めてあげれば、ちょっと前回よりも全然クリスマスツリーっぽくなったと思いません。で、段数変えてないので、考えやすいと思いますし、難しい感じには作ってないし、で、これ、この中ね、空洞なので、ここの下によく100均とかで、キャンドルライトみたいの売ってるじゃないですか。ちょっと、炎が揺れるように見える。本物の火じゃないですよ。ライトのちっちゃい、こう、電気で。つけるよね、つをこう中に入れてちょっと光が漏れるのを楽しむみたいな感じも素敵かなと。これはね、さっきちょっとリベンジとしてもうちょっといいのを作ろうと思って考えて、先ほど真水が完成したばっかりなんですけど、なんかこれかわいいかなと。もうちょっとね、私がね、このクロコダイルステッチきちんとね作れればいいんですけど、きちんと作ったらもっとこうちょっとクリスマスツリーっぽくなるんじゃないかなと。要するにクロコダイルステッチが下手くそかって感じなんですね。はいはい、こんな感じで今日はちょっとね、クリスマス前に心残りを一つ消化ということで、クリスマス、こっちのね、前回とはえらい違いのクリスマスツリーを、再び考えてみました。はい、まあちょっと明日いよいよ頑張ってリストウォーマーの方の制作にも取り掛かっていくべく準備を開始したいと思います。はい、それではまた明日。じゃあ。